パッカーンってやろうと思ったのに間違えてカプセル捨てちゃった。カプセルの中身これなんだけど、珍しくない？この入り方。ポケモンのフィギュアみたいなね。折れやすいからかな。ちょっと開けてみよう。疑似パッカーン。クオリアさんのムキキツネマスコットフィギュア全6種。で、今回当たったのがリンゴ。リンゴの皮むきだ。確かにここちょっと折れそうだよね。こうやって曲がらずに入ってるから、あの入れ方いいね。顔はすごいシンプルなんだけどめっちゃ可愛い。立体感がマジ芸術品のそれなんだけど。リンゴもね、ここ上のところは皮が残ってるのが結構リアルだよね。で、結構大きめだし、安定して立つっていう。ラインナップの中だと、リンゴ、バナナ、みかんっていう、一番この剥き方が似合ってるやつが来たんじゃないかなと。あと直近で青リンゴラ、赤リンゴラっていうのがいたと思うんですけど、そいつらと並べて飾っとこうかな。かぶったガチャガチャをプレゼント。私、ヨコンが大量のガチャガチャを回す中で、かぶってしまったガチャガチャをみんなにプレゼントしようのコーナー。先週の当選者の方はこちら、おめでとうございます。これから発送作業に移りますので、今しばらく楽しみにしてお待ちください。そして、今週のプレゼントはこちら。応募方法は、概要欄の URL。もしくは TikTok プロフィールのこちらのリンクから飛んで必要事項をご記入ください。チャンネル登録、フォロー、コメント、高評価などもぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。